それでは早速ではございますが、若宮万博担当大臣よりご挨拶を申し上げます。若宮大臣、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ただいまご紹介をいただきました国際博覧会担当大臣の若宮健嗣でございます。本日東京では初となりますこのポップアップショップ、このコレド日本橋に開設をさせていただきます。これまで関西で3カ所このポップアップショップが開設をされております。東京でもこのライセンスグッズ、今私は来ておりますけれども、販売が開始されることを大変嬉しく思っております。大阪関西万博では東京オリンピックパラリンピックに続く、これはまさに国を挙げたイベントになります。本日のライセンスグッズの販売をきっかけに、多くの国民の皆様方にこのライセンスグッズを身につけていただき、持ち歩いていただくことで、大阪関西万博さらに身近に感じていただきたいな、そして関西だけではなくて東京も全国で盛り上げていただきたいな、私はそう思っております。また今日は特別のゲストもお見合いいただいていると伺っております。発信力や、あるいはこの万博に思いのある方、大いに万博応援団となっていただきたい、そう思ってます。私自身も1970年の大阪万博、子供でした。小学校3年生でした。まさに夢を見るような気持ちでした。そしてその夢が今現実のものとなっています。この大阪万博、関西万博を機に、さらにこの50年先の日本が、あるいは世界がどんな姿になるのかな、それを皆さんと共に楽しみにしたいな、こう思っております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。若宮万博担当大臣、ありがとうございます。恐れ入りはそのままお残りいただけますでしょうか。こちらにお願いいたします。はい、では皆様も大阪関西万博への開催の期待が高まったことと思いますが、ここでゲストをお招きいたしまして、さらにお話を伺ってまいりたいと思います。タレント、女優、歌手と幅広く活躍されていらっしゃいます中川翔子さんです。どうぞお越しくださいませ。皆様おはようございます。中川翔子と申します。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。中川さんは万博の日本誘致のサポーターをされ、また来年春頃に決定発表を予定している大阪関西万博のキャラクター選考委員にも選ばれているんですよね。はい、万博は誘致のアンバサダーに引き続き、なんとマスコットの選考委員会にも選んでいただきました。大変光栄なことです。これまで大阪で1970年に開催された万博のことを書籍や映像で調べて心を膨らませてきた人生の中で、なんとこれからの未来と、そして日本全体での文化のアップデートと歴史に残る出来事に参加させていただけること、もう全身全霊で心を込めて、マスコット選考を頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、大臣、今中川さんからも大阪関西万博に対する熱い思いをお聞きいたしましたが、いかがですか。はい、今私も横で伺ってまして、本当に心強いなと思っております。中川翔子さん、本当に皆さんの間でも大変な人気を博して、昨日も私が夜家に帰りましたら、私の家内も中川さんが出てらっしゃる番組を見ておりました。本当に中川さんのような方が大いにこれから発信していただく、そのことが日本中が元気になって世界中につながるような形になればなと思っています。そうですね。では早速万博のグッズについても伺ってまいりたいと思います。本日より販売を開始いたします大阪関西万博のグッズ、皆様に後ほどごゆっくりとご覧いただきますが、まずは中川さんにご覧になられた感想をお聞きしたいと思います。いかがですか。はい、早速大人がシンプルにカジュアルに日常で使いやすい実用的なアイテムが揃っていて感動したのと同時に、やっぱりSDGs やサステナビリティを意識された再生紙を使ったペンやノート、そして工場で余った糸を使ったもの、色合いもすごく温かくて優しいので、あとは何といってもシンプルなデザインの中に、今大臣が着用してらっしゃるこれもパーカーも、このやっぱロゴの攻め方がぶっ飛んでらっしゃいますよね。これはやっぱりすごく海外の方から見てもパンチ力のあるロゴマークだなと思いますので、これは着用している方、使用されている方がいらっしゃったら、やっぱり最先端の出来事だったりとかにいち早く着目していらっしゃると思って、とてもリスペクトすると思います。はい、なるほど、そうですよね。素材
いや、その考え方って対するものもそうなんですけれども、中川さんは特に気になった商品の種類はございますか？そうですね、やっぱりすぐに使いやすかったりするボールペンが欲しいなと思いました。お値段もお手頃ですので、再生紙を使っているということなんですけれども、それがすごく色味が優しくて、私はもう白い場所があったら何でも絵を描いちゃうので、このロゴマークもついつい描きたくなっちゃう細胞をモチーフにされてるんですよね。あらゆる方向に目玉が向いていたり、ネットでも二次創作だったりで皆さん盛り上がっているということもあるので、これはもう早く左手に描き慣れさせたいなと。はい、はい、そのあたりも大変楽しみにしております。若宮大臣はグッズにつきましてはどのような印象をお持ちでいらっしゃいますか？はい、私もカタログを拝見いたしまして、ああこれは素晴らしいものができているなと思ったんですが、私自身がちょっと思ったのは、この今日はこの部屋の中なんであったかいんですけれども、もし冬場であればジャンパーみたいなものとか、あるいはもしジャンパーであるなら、これロゴマークが赤なんで、なかなか赤いジャンパーは難しいかもしれないんですが、グレーとかベージュとか黒はあるんで、もしできれば白とか、あるいは真っ赤なジャンパーとか、あるいはバイザーとかですね、あるとなんかゴルフの時にも、あるいはスポーツの時にもキャップなんかも使っていただけるかなというのは気がいたしております。そうですね、大臣さすがの発想でいらっしゃいますね。中川さんにもちょっとお聞きしてみたいと思いますが、はい、中川さんはどんなアイテムがあったらいいなっていうのはありますか？そうですね、やっぱり毎日万博の日開催の日に向けてワクワクしたいので、毎日眺めて興奮できるためにペットの首輪にしてほしいですね。このリング状でそもそも硬いのか柔らかいのか謎の素材な気がするので、そのプリントだけじゃなくって柔らかい素材で立体にしているもの、しかも光ってほしいですね。でやっぱり、腕につけたりとか窓に貼ったりとかいろいろできるペタペタしたものが欲しいですし、目玉なのかわからないですけど動いてほしいですね、ぐりぐり。はい、大臣、中川さんのご意見はいかがでしょうか？やっぱり素晴らしいアイデアだなと思います。中川さん猫が大好きじゃないですか？はい、猫9匹飼ってるので、ね、9匹分首輪をつけたいですね。首輪ね、はい、猫を散歩する人あんまりいないと思うんですけど、僕実は犬を飼ってましてね、犬の散歩にちょうど今おっしゃったアイデアでこのマークをね、光る形にするとか、あるいは目玉が動くとかっていうとあると、これはワンちゃんの首輪にちょうどいいかもしれませんね。ぴったりですね。猫ちゃんにかけてももちろんいいと思いますのでね。家の中でキラキラ光っていただいてもいいかな、はい、すごいいいアイデアをいただいたなと思います。そうですよね。先ほど中川さんからもこの命輝く未来社会のデザインであるロゴマークの印象インパクトにつきましてもお話がございましたけれども、やっぱりなんかもっともっと可能性がありそうですよね。そうですね、このロゴマークでシンプルでありながら一度見たら脳から離れなくなるっていう、やっぱりそこはすごく日本人として攻めたんだなと思うと、これから選ばれるマスコットはさらにぶっ飛んでほしいですし、なんかもう防御を捨ててもう衝撃的なデザインが選ばれたら面白いなっていうのは思っていますね。楽しみですね、はい、さて中川さん、せっかくですから中川さんご本人から大臣にお聞きになりたいことがございましたらいかがでしょうか？もう直接もう光栄なことです。万博のアンバサダーをポケモンのピカチュウと一緒に活動させていただいたことがあるんですけれども、その際に日本オリジナルのポケモンのピカチュウのぬいぐるみだったりが海外の主要な要人の方々が本当にテンションが上がられて、わあピカチュウが可愛いと、それですごく皆さん一気に笑顔になったというのがすごく印象的だったんですけれども、それだけ日本から発信されたアニメやゲームや文化、さまざまな個性的な日本人にしか引けないキャラクターの線だったり、そういった文化が本当にこう地球の歴史の中でもとても素晴らしい出来事だと思うので、やっぱりそういったこれまでのアニメなどの歴史キャラクターたちが活躍するようなことも子どもたちにとっても嬉しいのかなと思うんですけれども、いろんなこの垣根を越えて、それは私の願いであり、そしてほんの20年前とかまではなかなかそういうことをみんなで言い合えなかったのが、今は世界中が日本のキャラクターで笑顔になっているので、ぜひ国民総来党オタク時代になった今、そういった文化との融合もお願いしたいなと思います。中川さん、中川さんはもう中川さんならではのご発想などでも広く知られていらっしゃると思うんですけれども、他にも何か大臣に
お伝えになりたいようなこととかお聞きになりたいことがございましたらと思うんですが、はい、もう本日大臣もこのパーカーを装備されているというところがもうとってももうすごく身近に感じさせていただけるということで、このパーカーの姿がとても新鮮で斬新なので、ツイッターでも活動されていらっしゃるということで、ツイッターにこの着てらっしゃるパーカー着てらっしゃる姿がアイコンになるとかそういうふうに、あ、私たちも真似しようだったりとか、あ、こうやって素敵な雰囲気になれるんだっていうふうにしていただけないでしょうか。大臣いかがでしょうか。もう中川さんに言われたらソロス以外ないですね。早速今日戻りましたらですね、私の秘書にですね、全てのアイコンを変えようと思ってます。もちろん中川さんも一緒に合わせてしばらくの期間このマークのついたのをちょっとアップしていただけると嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。お揃いにしたいと思います、はいはい、大臣と中川さんのプロフィール写真を拝見するのととても楽しみにしております。ぜひ皆様もチェックなさってみてください。もう日本の最先端を動かされる大臣さんが、大臣様がこのようなネットについてもフットワークの軽いというところで、本当に私たちはすごく今素敵な国でワクワクできているなと感動しています。ありがとうございます。さて、お話も尽きないところではございますけれども、最後に中川さんから2025年の大阪・関西万博に向けてのお気持ち、意気込み、そして思いなどを皆様にお伝えいただけますでしょうか。はい、大阪万博のマスコット選考委員会に選出していただけましたとツイートしたところ、なんと大阪の吉村知事からやってみな晴れ精神でもう攻めてください、そういった直接リプライをいただくことができてとても感動いたしました。とても光栄なことです。それだけこう大阪で行われたこの万博が歴史の中にあったことで、本当に日本はたくさんの未来の形、たくさんのアップデートが行われて、そして今本当に世界中に笑顔を発信できる素敵な国として進化し続けて、その未来の象徴がこれから待っていると思うと、本当にリアルタイムでついに体験できるということで、生きるのが楽しみで仕方ありません。なので日本全体で、国全体でこの万博が盛り上がるように、このマスコットもたくさん毎日皆さんが目にすることになると思いますので、すごくこう日本人の脳みそからしか生まれない素敵な、そしてやっぱり立体だったりとかアニメーションだったりとか、そしてロゴマークだったり、そしてこれまでの日本のアニメのキャラクターだったりとコラボをしても、もうすごく馴染む、いやでも攻めた方がいいですね、はい、なんでこれっていうことだったりしても面白いのかもしれません。それも本当にこれからの長い地球の宇宙の歴史の中に刻まれると思うととても楽しみですので、ぜひ心を尖らせてワクワクさせながら選考参加させていただきたいと思います。どんどんこの SDGs についてもこう今言われていることよりも、どんどんその先の未来、万博ではもっともっと実現したり身近になっていると信じておりますので、ぜひ子どもたちにとって、未来の地球を回す子どもたちにとってワクワクできる万博になりますように全力で挑ませていただきます。よろしくお願いいたします。本当に素敵なお言葉をありがとうございます。では最後に若宮大臣お願いいたします。いよいよ2025年というとまだ4年ぐらいあるように思われていると思うんですが、実際はもう3年4ヶ月と、なかなか時間が限られてまいりました。そうした中でどうしてもこのコロナ、まだまだこのアフリカの株も新たな発生いたしてきております。なんとかこの日本のこの大阪関西万博も成功させたいな。私先ほどお話ちょっとさせていただいたんですが、1970年の前回の大阪万博の時に小学校3年生で参りました。その時に感動的に覚えているのが携帯電話、そしてリニアモーターカー、あるいはロボット、電気自動車、その時展示をされていました。それが今すべて現実のものとなってきています。これから先50年先、今中川さんもおっしゃってましたけども、どんどん時代が変化していると思いますが、その50年先、今子どもだった方が大人の社会、生活の一部にいろんなものが取り入れられていると思います。そしたら新しい未来を描く、また社会像なんか、そのきっかけになるようなことになれば、これまた世界中が大きな
生活の利便性を図ることにもなる、そうじゃないかなと思っております。ですからそういった意味で中川さんがおっしゃってたように、このキャラクターグッズが身近なものとしてボールペンだったり身近なものとしてもあり、そしてまたちょっと遠い憧れでもある、いろんな存在であってほしいなと思ってます。メディアの皆様方におかれましても、どうぞこの大阪関西万博を盛り上げていただくように全国に発信していただければこのように思ってます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。では引き続き不動産省に移りたいと思いますが、ここで一旦若宮大臣、そして中川翔子さんにはご講談いただきます。素晴らしいお話をありがとうございました。正面ください。はい、お願いします。